RS-27A は、ロケット台によって、デルタ2とデルタ3ロケットの第一弾用として、開発されたガス発生キサイクルの液体燃料、ロケットエンジンである。このエンジンは、RS-27 の改良型である。RP-1 と液体酸素を燃焼室内で燃焼することによって 1.05ml の水力を生み出す。エンジンは仙台を改良したもので、 ノズルが延長され、ノズルの入り口と出口の面積比が8、1から12、1に拡大され、膨張比が高まったことにより高高度における効率が大幅に高まった。高い信頼性を有する RS-27A 主エンジンは再始動も出力を変えることもできない。さらにこの主エンジンである RS-27A には2機の補助、ロケットエンジンがあり、飛行中に ロールの制御を行う。RS-27A は265秒間、作動する。RS-27A オーバービュー。プラットホイットニー。2011年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月16日閲覧。プラットホイットニーロキトリン SRS-27A エンジンブースッツ。 ミサイルディフェンスデモンストレーションサテライツ。エチオピアンレビュー。2010年1月16日閲覧。プラットホイットニーロキトリンロケットエンジンリピーツヒストリー。アンドリフツ・アナザーサテライトイントゥスペース。PR ニュースワイヤ。2012年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月16日閲覧。デルタ・ツーペイロード・プランナーズ・ガイド。 ユナイテッドローンチアライアンス、Alliance, 2009年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年1月13日閲覧 RS-27A プリプルションシステムプラットホイットニー2010年1月16日閲覧ありがとうございます